はい、秀吉です。どうも。今日はですね、また大人になっても間違ったままの書き順で書いている、間違ったままでですね、直さない漢字の書き方をやっていきたいと思います。そこから書くのと、はい、何その書き方こうですね、大人になってもですね、こう分かってるけどもう直せない、書きにくい、いろいろあるかと思います。これ結構ね、共感してくれる人ね多いと思うんですけれどもね、もう、ああ俺もその書き順とか、こうね、いやいや俺もっとひどい書き順とか、こういろいろ思っていただけるといいかと思いますので、はい、今日はですね、まず一つ目の漢字はですね、日です。日、火曜日の火、日ですね。日を変えていきたいと思います。ではですね、今から書くのは間違った書き順なので覚えないでください。はい。間違った書き順ですので、はい。では書いていきたいと思います。ですね。はい。はい。人書いてから点々なので、まあこれきっと書き順通りですと全然違うと思います。はい。書き順通りですと全然違うと。はい。じゃ正しい書き順の方ですね、書いていきたいと思います。はい。では、正しい書き順はですね、点を点を打ってからの人で変えよう。なんか書きにくい、やっぱり。やっぱりこうこうこう、いや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 、書きやすい、素晴らしい。これも素晴らしい。いや、点、いや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 、おお素晴らしい。というね、間違った書き順がですね、これね、まあ、間違った書き順なので、これね、間違った書き順ですので、あ、覚えないでください。はい。で、次はですね、次は、はい、次行きたいと思います。はい。次はですね、女という字ですね。女性の女、女性は女ですね。女がですね、これは、はい、この間違った書き順ですね、今から。これ間違った書き順なので、はい、行っていきたいと思います。でございます。これも、はい、書き順知ってる人は、はい、これも、そこから行くのと。はい、横ですね。横。横。はい、横で、こう。こういう感じでしたね。はいはいはい、はい。では正しい書き順を言っていきたいと思います。はい、正しい書き順はここからなんですよ。で、こういって横は一番最後というね。なんか書きにくい。なんか書きづらい、これ。やっぱ横からこういかないと。こう字が書きにくい、非常に書きにくい。ああ、まあ素晴らしい。横行ってからこう、はい、いや素晴らしい。というね、こう正しい書き順はこっち行って最後が横になりますけどね、後半。まあ、これも慣れでしょうか。慣れだと思います。全ては慣れです。はい。で、最後のもう一個の、はい、漢字は、今日3個の、はい、ご紹介になりますが、最後の一つになりますね。最後は、道という漢字になります。いや、道はいいです。なんか道ね、道。いや、いいですよ。じゃあこれですね、今から間違った方の漢字。これは神妙なので、前回ね、僕がやったね、こう、神妙の、誓いという、ね、のを、と同じになりますが、まあ、神妙の
感じになりますので、これ今から間違った方なので、ではいきたいと思います。すごい省略。これもう間違った方ですね。ですね、まあ、もちろんこうね、こういう感じになりますね。はい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 。いや、どうしてこれも左から書かせてくれない。字のここなんですけれども、ここはもうやっぱりこう省略しちゃいますよね。この辺が、ね、本当はこうなんですけど、あ、違う こうですね。ここで一画ね、こうね、ここですね。ここですね、ポイントは。はい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 。ちょ、もう一度書いてみたいと思います。はい、では、ね、最後にですね、間違った方のですね、道を最後書いて締めたいと思います。省略の道。いや、これはもう間違った書き順なので、もう絶対真似しないでください。やっぱり左から書いた方が書きやすい。こうね、書きやすいというね、はい、道になりました。これ間違って大人になっても直せない、漢字の書き順というね、分かっていても直せない漢字の書きになりました。はい、今日もですね、ありがとうございました。今日は漢字の日と女と、はい、道という漢字になりましたね。間違った漢字の書き方、はい、決して覚えないでください。はい、間違ってますので、はい、今日もね、どうもありがとうございます。ありがとうございました。